はい、今日も実況プレイやっていきましょう。お相手のパーティーがウツロイド、メタグロス、ジャナイパー、ポリゴン2、ジャラランガー、リヒレということで、ウツロイドか。最近ちょっと僕もウツロイド使いたいなと思って厳選をしたんですよね。まあ前から結構個体はいるんですけど、新たにねちょっと別の方が使いたいなってことで厳選をしたんですよね。まあそのうち登場すると思います。パッと見た感じアブリボンの通りがなかなかがだな。メタグロス以外にはだいぶ強くいけて、でメタグロスに対してはうちのパーティーだと対面だとまあリザードン、愚足武者あたり、あとドリューズも結構いいか。少なくかいスカーフなのでドリューズ刺さってるなっていうか、ドリューズかなりいいですね。ただジュナイパーがちょっといるからな、そこは気になるところですが、どうしよっかな。難しいとこだけど初手ドリューズも悪くはない。初手ドリューでいくか。ドリューリボン、リザードンかな。ウツロイドから来た場合にステロ巻かれちゃいますが、まあでもリザードンでいいかな。でもこれちょっと初手のリヒレが重たいか。ジャロだたりにする、ごまかし要因。難しいところ。あ、これどうなったんだろう。多分リザードンになったかな。はい、対戦よろしくお願いします。いや最後にちょっと思ったのが、初手のジュナイパーがきついなと思ったんですよね。 Z じゃなかったらいいんだけど、初手からゴーストと飛んでくるとまずいなと思って、初手ジュナイパーをやめちくり。あいつ影石も、あ、うつろい、オッケー、これだったらドリューズで正解。相手のパーティー浮いてるポケモンはいないので、まあ半減はいますが浮いてるポケモンいないんで、ここは素直に自信でもいいですね。自信で、アイアンヘッドはクロスに通んないからな。ジュナイパーには通るけど、引いてきた。ポリゴン2あたりか。ジャラランガか。ジャラランガでも自信でいいですね。結構入るはず。2回で落ちるんじゃないかな、ジャラランガって。どうだ。あー、切り足んねえか。残飯。なんだそれ。死んだシャブリボンでもいいな。いやでもロリズムが残したいか。リザードンの方がいいか。まあリザードン別にジャラランガに打点ないんですが、アルフーに見せる。リザーも最後落とされてもいいです。ドレインパンチ、あ、オッケーオッケー。これは一応半減できて、出だ。ここでやるべきことなんですが、相手は X が怖くて宇宙人には引けないと思うんですよね。まあとは言ったものの、ジャラランガを飛ばせるかというと、飛ばせる技はオーバーヒートぐらいしかないか。オーバーヒートでこれレヒレがいたらレヒレバックじゃないかなって気がするんだけどな。ウツロイドは引きづらいでしょ普通に。まあでもこれ願望プレイだから、リザーバー読まれてた場合もウツロイドバックは普通にありえますからね。あ、突っ張ってくるか。オッケーオッケー。突っ張ってくる場合さ、オーバーヒートどれぐらい入るんだろう。半減だけどリザーバーの火力はバカ力ですからね。こっちは最悪もうリザードンを落とされてもいいという考えのもとを行動してます。相手のポケモンに負担さえ与えられればそれでいいと思っているので、でオーバーヒートが大炸裂。どれぐらい入る、強急所か。なんか最近ズルが多い気がします。てか僕結構シーズンの序盤はズルが多いんだよな。逆に終盤は運がないことが多いんですが、これ逆にしてほしいよな。シーズン序盤は運悪くてもいいから、シーズン終盤で運良くなりたいわ。ウツロイド、これはとりあえずはいい。だけどビーストブーストを考えると、まあここはドリューズに引くのが吉か。まあ一応ステロ巻かれた場合でもね、生き残れはするんで、リザードンはパワージェムだったら美味しいし。あ、オッケーオッケー、これは半減でよっと。メタグロスだと思うんだけどな、ラストで。方向は自信で、ただグロスの場合はあの HP のリザードは怪しいな。死ねはないにしても雷パンチとか落ちそうな気がしますね。引いてきた。誰だ、いやグロス絶対耐えらんねえぞそれ。ああ、これ愛兵機体ですね多分。ジュナイパーがいるから地震を押しづらい機体みたいな感じだと思います。メタグロス
際して、あ、キータイムできたか。またスカーフなんでね、関係ないですね。スカーフドリルズやっぱ強いな、こいつ。型破りが強いからな、そもそも。今回は型破り別に生きてないけど、うん、型破りという特性が素晴らしい、本当に。ミミッキュにも強いですからね。相手は多分これスカーフじゃないことにワンチャンかけたんでしょうね。まあ、スカーフなんで、もう勝ち決まってるんですけど、裏にあの、再起念持ちの、アブリボンちゃんもいるので、まあ、この試合はもらいましたね。なんかスカーフドリューズがただただ強かったな。で、ウツロイド、はい。まあ、ウツロイドがドリューズをワンパンすることは不可能なはず。メザップ系統じゃなきゃ多分抜群取れなくて、まあ、メザップごときの技ではね。はい、対戦ありがとうございました。対戦相手の肩紙されました。お相手のパーティーがボーマンダ、ハッサム、パルシェン、カプテテフ、ランドロス、ガモスということで、ドリューズの刺さりはまあまあな気がしますが、ランドロスの存在が気になると、どうしよっかな。難しいな今回は。かなりハッサムがいるとリザードを出したいけど、リザードに強いポケモン、あ、でもリザにめっちゃ強いってポケモンはマンダぐらいか。他リザードの技まともに受からんからな。だからリザードは出していっていいのか。初手ランドロスからステルを撒いてくる展開が非常に鬱陶しいですね。だ、それも防ぎようがないからな。ジャローダ、リザード、アブリボンか。先制技持ちなしはちょっとパルシェンで積む可能性があるからダメか。グソクムシャかミミッキュかな。グソクム、いや、先制技は防がれちゃうとは言って、ミミッキュの方がいいか。相手のマンダとかを考えると、これでいきますか。では対戦よろしくお願いします。どうなるかな。今回結構選出次第では厳しいからな。初手はほぼランドロス一点読みしてのジャローダなんで、初手からマンダとか来ちゃうと、あ、ガモスか。ガモスはまあきついはきついけど、とりあえずはいいですね。睨みます。まあ、ここはかなり危険ですが、一旦睨む。初手から殴ってきた場合、来ることあるのかな。まあ、待ってくるんじゃないかなと思ってるんで、まず。まあでもあれですね、睨みを警戒するんであればどうしてくるかは分からない。で、僕がやりたいのは睨んで超舞されて、で、身代わりを張ることですね。あの、さざめきの場合に、まあ、貫通だと落とされちゃうんですけど、この技を押してくれ、なんだろう。ここでまず身代わりを張るじゃないですか。で、相手のさざめきを誘ってリザードに交換したいんですよね。ここでの効果あまりにも読まれるので、なんだろう、Z 技とかを食らいたくないんですよ。だから身代わり張った状態で、相手が、お、こいつでさざめき知らないやんけってのを期待してるみたいな。うまく伝わったかな、今の。あ、いきなり撃たれた、ちょっと待って。ただのバカになっちゃった。やべえ、DS が、DS が吹っ飛んだ。ただのバカになってしまった。くっそ。いや、超舞とか挟んでくんじゃないかなと思ったんですよね。まあいいや。よくねえけどさ。動揺しすぎて DS が落っこちそうになりましたね。いや、完全なるやらかしだった、今。ちょっと無駄死にだったわ、本当に。まあ、麻痺がね、あの、7歳から弱体化したんで、一応2倍できればトントンの状態に戻るんですよね。だから、まあ、麻痺ったら待ってくるんじゃねえかっていうことを考えたんですけど、ダメダメでしたね。出らせた。これ、まあ、これ相手の火力も上げちゃうからな。で、火炎放射、初手が出てきて助けもあるんじゃないかなと思ってるんですが、助けはやっぱパルシェンかな。おっと、完全なるズル。ニトロチャージがあったらよかったけど、まあ、ニトチャーないんで、そこは諦めましょう。火炎放射連打で、で、マンダが来たらミミッキュバックですね。で、ガモスター突破して、マジでただのバカだったな。クソ怒られてそう。
マンダマとりあえず良くて、嫌ならパルシェンだな。マンダマ、これはとりあえずはいいです。だからパルシェンまで考えると、まあでもそんな言っても仕方ないかな。リザードいなきゃいけないパターンってなんだ。ここにさ残すのもありかな。でもじゃれつく限りじゃまんだ。いやでもワンチャンここで一発ぶん殴れればチャンスがあるから、オーバーヒートぶっ放しますか。リザは正直もうあんまり仕事ないですよね。こいつはもうほとんどハッサムがいる時のためのポケモンだったんで、で今回ハッサムはマンダがいることからいないと考えていいはずなので、捨て身タックル、あ、オッケー、捨て身の方がありがたいな。こっちからしたら耐えてはくれませんよね。まあ無振りだからな。ハンドガール分捨て身の方がありがたいですね。できればパルシェン相手に Z を残したいんですよ。だからジャレツクを、マンダをジャレツクで倒したかったんですよね。だから後投げしなかったんだよな。さあ初手からやらかし侍でしたが、このバトル勝てるのか。じゃれつくで捨て身タックで身代わりだけ壊しに来ましたね。じゃあこの HP からじゃれつく陰で落ちなかったらマジでまずいんだよな、まあ、それはもう諦めるしかないけど。じゃれつく、あ、手忘れ、あ、これさすがにこれは落ちますね。さすがに落ちる。ここでなんか、テティフバッグは関係ないのか。テティフバッグは関係ないですね。マンダ浮いてるから、これチーズの恩恵を切られないので、テティフバッグは関係なくて、オッケーオッケー、ボーマンダ突破。パルシェンだと思うんだけどな。これでラスイチがさ、メガ同時センスのハッサムとか、あるいはメガじゃないハッサムとかあったら泣いちゃうけど、まあ、それはもう諦めるしかないな。あ、オッケー、パルシェン。この間火力が足りなくてパルシェン倒せなかったんですが、今回のミミッキは、ミミッキ Z のミミッキなので落とせるはず。ポカポカフレンドタイムで破ってこい。破らないで殴ってくるパターンも一応あるか。あ、そのパターンのがこっち嫌だな。多分向こうより椅子遅いしね、こっち。オッケーオッケー、下から通る。遅い人気だから、こういう風になんか、なんだろう、思わぬとこで活躍しますね。この間はこれを倒せなくても負けましたが、僕は反省してきましたからね。反省をしてゴースト Z とかいう軟弱の技を捨ててきました。行くぜ、これが全力のミミッキ。ほい、さすがにミミッキ Z は火力ありますね。タスキーが発動してなかった気がしたけど、まあ一応タスキーぐらいまで持っていけたので、これはよしと。さすがに潰れてじゃ落ちないんで、鍵打ちで勝ちですね。よーし、対戦ありがとうございました。対戦相手の旗が見つかりました。お相手のパーティーがミミッキュ、ボルト、レヒレ、リザードン、アーゴヨン、ツンデツンデということで、ツンデツンデが少々重たいけど、ドリューズが刺さってるんで、ドリューズぶっ刺さりだな。全部のポケモンに勝てる可能性を秘めてますね。まあ、レヒレはちょいきついけど、ツノドリル型、まあ、ツノドリル型だからな。まあ、大体のポケモンに勝てるのはそうなんですけど、それを抜きにしても、通りがいいですね。初手でもいいぐらいか、これ。ドリューズ、ミミッキュは確定かな。でラスト、うん、相手のリザが X か Y か分かんないけど、ボルト、まあ、ボルトはいいか、リザードンでもいいか。いやでもな、レヒレを考えると微妙、難しいですよね。レヒレに対して初手リザードンから入った方がいいか、これやるぐらいだったら。で、ボルトに対してドリス投げるのがいいか。リヒリの可能性もあるしね、これでいきますか。おい。では対戦の人お願いします。さあ、初手のリザードン X がきついですね。Y はとりあえずいいんだけど、X はやべえ。初手のリザードン、でもこれ相手のパーティー的にどっちもありそうっちゃありそうだな。ミミッキー、ミミッキーはとりあえずはいいよ。リザードン、まあゴースト Z は食らったら泣いちゃいますが、とりあえずはドリューズで、フェアリー Z とかあったらね、まあ半減なんで、まあ、それでも痛めじゃもらっちゃいますけどね。初手ミミッキーは来ないと思ってたな。相手のパーティードリューズ結構重そうなんで、型破る、研磨、いい、おっと研磨から来たか。これもしかしてあれか、タスキか。タスキだと泣いちゃうけど、まあ、ひるませればどうということはない。ほい、スカーフなんでね、素早さは速いですね。
あ、たすきか。たすきだとちょっとまずいぞ、これ。化け物が剥がせてないからな。よーし、これがドリューズなんだよな。で、アイアンヘッド。最強のポケモン対戦ありがとうございました。